どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕は中学の時にピンポン卓球をやっていて、卓球部に入っていて、で高校の時は硬式テニス部で、大学の時は男子ラクロス部っていう感じで、もうずっと運動スポーツをやっていました。で社会人になってから運動する機会がガーン減りまして、起業してからは畳1畳あればできる自重サーキットトレーニングっていうのを取り入れて、それでバンバンこう身軽になってたんですけども、ただやっぱ環境的にそれがなかなか続かなくて、でこっちに越してきてからもこの家ではそのトレーニングをするスイッチを入れたくないということで、やっぱサボってたんです。そして気づいたらやっぱ3、4ヶ月ぐらいはサボっちゃってたっていう状況になってしまいました。ブヨブヨだった時とトレーニングをして、まあそれなりにキュッと、ちょっとですけどキュッと引き締まった時だけでも、もう1ヶ月運動するかしないかだけでも全然こんな、なんか気分も違うし、あと仕事の活動量も変わりました。体が身軽になることでメンタルだったりいろんなものが身軽になっていくんだなっていうのも分かったので、まあそれをこう前回の動画ではお伝えさせてもらったわけなんですけども、今回の動画ではそのトレーニングをしたことでやらなくなったこと、やめたこと、減ったことっていうのをシェアしてみようと思います。この動画を見てる人の中で、そもそもなんでトレーニングしなきゃいけないんですかっていうふうに思ってる人もいると思いますし、最近トレーニングできてなくてちょっとブヨブヨでっていうふうに思ってる人もいると思います。で僕もそのトレーニングサボっていた時からトレーニング再開して、全然やっぱその体とメンタル面も違いますので、ちょっとでもこの動画を見てる人の参考になってくれたら嬉しいなっていうふうに思います。トレーニングの内容に関しては、まあ、ここではいいかなというふうに思うんですけど、大体僕のタイミング、ジムトレーニングの頻度としては1週間に3回から4回です。1日空いたりとか、忙しい時は2日空いちゃったりするんですけども、大体あ昨日やってなかったから今日やろうみたいな感じでやってます。で1回行ったら大体30分ぐらいトレーニングをしています。ベンチプレスを上げたり、腹筋をやったり、スクワットやったり、大体この3点で、あと懸垂バーでやって、あの背中を鍛えたりしています。そんな感じでトレーニングをしていったら減ったこと、まず1つ目なんですけども、まず1つ目が心配することが減りました。まあ、心配することだったり心配する時間だったりっていうのが減りました。で具体的に何が心配っていうわけではないんですけども、まあ、例えばこの iPhone 一つにとっても、トレーニングする前は壊れちゃわないかなとか、落とさないかななんていうふうに心配してたんです。なくさないかなとか、別に気をつければいいだけの話なんですけども、でもなんかこう思った時とかでもやっぱなんかこう心配になっちゃうんですよ、うん、いろんなことに対して心配になっちゃうんです。なんですけどトレーニングを始めたら、別にこのスマートフォン見たところでもなんかこの握力で割れないかなみたいな逆に割ってやらないかな、にぎにぎとか言ってやっちゃったりしますし、なので小さいことで心配しなくなりましたし、その心配する時間っていうのも明らかに減ったと思います。まあどれぐらい数字で減ったかっていうのはちょっとお見せできないんですけども、感覚ベースではあのなんかいちいち心配してたことがトレーニングしてからはなくなったと思います。で2つ目なんですけども、ネガティブ思考っていうことです。まあ、先ほどの心配とはちょっと違って、自信がないっていう、その自信のなさがなくなった、減ったっていうことです。お風呂入る前なんか洋服を脱いで自分の鏡をこう見るわけなんですけども、そういう時にやっぱたるんだお腹を見ると、あーまずいなーってやっぱなっちゃうわけですよ。でそのまずいなーがだんだん自分の自信のなさにつながっていっちゃったのかななんていうふうに思います。でトレーニングを再開してから自分の腹筋がちょっとずつこう割れてきたり、脂肪がちょっとずつ減ってきたり、あとお肉つまめる量がちょっとずつ減ってったりすると、やっぱ自分にすごい自信がついてきて、あ自分できてるっていう自信につながったんですよね。でなので自分できてるからこれからもできるみたいな、そういう感じになってきたと思います。なので自分に自信がないっていう意味でのネガティブ思考っていうのは減ってったと思います。で3つ目に他責っていうことです。まあこれは要するに周りのせいにするっていうことなんですけども、体がぶよってる時っていうのはなんか自分がこうだるいのは、あの今例えば東京に住んでいて周りの音がうるさいからだとかですねあとは料理酒を買いに行こうと思ってスーパーに行きましたと。でそこで料理酒見てたら、あちっちゃいものが欲しいんだけども大きいものしかなかった場合に、あなんかこのスーパーダメだなーなんていうふうに思ってたんです。でもその運動を取り入れてから自分自身が目に見える変化が起きたので、なので自分変われるっていう、そういうなんか根底の自信みたいなのがついたんです。
なので例えば東京がこうわちゃわちゃうるさかったとしても、じゃあ自分自身で静かな空間を探してそこに行こうって思ったり、あとスーパーで小さい日本酒が売ってなかったとしても、自分自身で他のスーパーに動いてそこでまた新しく料理室探せばいいじゃないかみたいな、そんな感じで自分が動けばいいじゃんみたいな、そういう考えがですねなりました。なのでその周りのせいにする多責っていうのもかなり減りました。で4つ目に体の重さです。あのトレーニングサボっている時、体がぶよっている時っていうのはとにかく重かったです。もう起き上がるのもよっこいしょって感じでしたし、あの電車ガタンゴトン乗って駅に着いて、よし、あ、立ち上がろうと思った時によいしょみたいな、やっぱだるいんですよね。でだるいし疲れが抜けないんです。疲れが抜けないので常に体がズーンって重いっていう、そういう感じがありました。でもトレーニングして筋肉がついてその動きやすくなりましたし、代謝が良くなるので老廃物もどんどん出ていってくれたりとかするので、常にやっぱ体は身軽です。はい、なのでこれはやっぱり良かったですね。本当にもう楽です、身軽です。で5個目なんですけども、怠慢が減りました。はい、怠慢ってまあよくサボっちゃうとかだらしなさみたいな感じだと思うんですけども、やっぱぶよってる時っていうのは体がやっぱ重いので、だからちょっとこういっかーみたいな、まあいっかーとか言ってだるいしって、あの体ぶよってる時とかっていうのはやっぱ休みたいとか疲れが取れないんで、やっぱ休みたいっていうのはしょっちゅう言ってました。で休む期間が増えたので、まあなんか周りから見たら怠慢だねみたいな感じに見えてたと思います。そう、なので自分自身でもなんかサボってんな、怠慢だなっていうふうにも思ってましたし、自信がなかったですし、そうでもトレーニングをやって身軽になって、いろんなことに動けるようになって、疲れも早く取れるようになって、徐々にそのなんか行動量もやっぱそれなりに上がりますので、今までだるいなサボっちゃおうかなって思ったことが、そのトレーニングをしたことによって、あの気軽身軽になって、あのよしやろうやろう、どんどんやっていこうっていう感じになったので、なので怠慢っていうこともすごく減りました。で6つ目に寝不足が減りました。あのトレーニング再開する前っていうのは、僕だいたい2時とか1時半とかに寝てたんです。なので翌朝は8時半とか9時10時ぐらいに目が覚めて、わー罪悪感とともに起きるっていう感じだったんですけども、トレーニングを始めて再開してからはやっぱ疲れるんで早く寝たくなっちゃうんですよね。あ、そういう意味の、 あのだるさの疲れとかじゃなくて、トレーニングした気持ちのいい疲れが夜に襲ってくるので、ここ1ヶ月ぐらいですけども、久しぶりにこう0時過ぎる前にベッドに入って寝てるっていう、睡眠してるっていう、そう、もう久しぶり、何年ぶりぐらいですかみたいな感じで、徐々にこう規則正しい生活になってます。で11時半ぐらい、日付が変わる前にベッドに入って寝て、で翌朝6時だったり7時だったり8時に自然に目が覚めるっていう状況になってきました。まだ8時に目が覚めることの方が多いですけども、この動画撮影している今日なんかは、昨日11時ぐらいに寝て朝6時半に目が覚めるっていう、めちゃくちゃ健康的なリズムをゲットできたので、なのでそういった意味での寝不足っていうのもすごく減りました。で7つ目に便秘気味の時間っていうのも減りました。でトレーニングサボってた時であっても、レモン水だったりリンゴ酢飲んでましたし、あとは納豆だったりキムチっていうのを食べて、その腸活っていうのはやってました。なので、まあ、それなりにあの完全に便秘っていうわけではなかったんですけども、でもやっぱりサボってる時、トレーニングサボってる時っていうのはなんかこう詰まったような感じがするんですよ。重い感じがしてました。そうで、あれ今日1回しか出てないなーなんていうふうにもありました。あ、すみません、食事中すいませんでもトレーニングを再開してから、まあ、どういう原理かわからないですけども、毎日超快便です。はい、まあ、それはちょっと本当それだけですね。あの原理とかわからないんですけども、そうなので、その便秘気味だった時間っていうのがトレーニングを再開してすごく減りました。で最後8つ目なんですけども、無駄な時間が減りました。あのやっぱそうだるいなって思ったり、自信がないなって思ったり、誰かのせいにしたりっていう時間だったり、その思考の無駄がどん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 減っていったので、なので無駄な時間っていうのも明らかに減りました。何かに対しては自分にポジティブに捉えられるようになりましたし、何かに対して自分が変わればいいやっていうマインドになりましたので、ネガティブに考えたりとか、自分に自信がないなとか、だるいな、ちょっとサボろうかなっていう時間がどんどん減っていって、すごい有意義な時間が増えました。これもそのトレーニング期間と有意義な時間の増え方みたいな相関図作ってみたら面白いかなっていうふうに思うんですけども、ちょっとその時間はないので、ちょっとここでは あくまでもちょっと感覚的ですけど、その無駄な時間が減りましたっていうのをちょっとシェアしてみました。
という感じでシェアしていましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、トレーニングって聞くとなんか頑張んなきゃいけないのかなとか、すごい重い腰を上げてよっこいしょってやるっていうイメージがあるんですけども、日常の中でも重いものを持ち上げてみるだったり、あまり普段からしてことのない動きを取り入れてみるだけでも十分トレーニングになりますので、こんな感じで少しずつやってもらえれば、ちょっとずつ体が身軽になっていって、その軽思います。最初からいきなりパーソナルトレーナーをつけて食事と運動からもうみっちりやっていきましょうってやるともう絶対続かないので、そうなので1年3年5年続くようなそういう運動っていうのを取り入れてみたらいいんじゃないかなと、どんどん身軽になっていくんじゃないかなというふうに思います。ということで今回ちょっと簡単ではあったんですけども、僕がトレーニングをやって逆に減ったことね、それを今回シェアしてみました。はい、いかがだったでしょうか。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。そう、本当はこういう話を筋肉ムッキムキのバッキバキのフィジークやってる世界大会で優勝した人みたいなのが話すと、さらにこう説得力が増すかなというふうに思うんですけども、僕はまだまだちょっとこうキュッて絞れたねぐらいの感じなので、まあまあちょっと説得力がないかもしれないです。でも明らかに今回僕はそのトレーニングを再開して、全然その身軽、そのなんでしょう、体の身軽さだったりメンタルがもうかなり変わったので、なのでもう感動の意味を込めてちょっとシェアしてしまいました。はい、一人でも多くの方の参考になってくれたらやっぱ嬉しいですね。はい、